アンジオテンシン変換酵素とは、不活性体であるアンジオテンシン I を、生理活性を持つアンジオテンシン i 2に変換する、反応を触媒する酵素である。アンジオテンシン変換酵素は、その活性中心に亜鉛を有するメタロプロテアーゼの一種で、あり、細胞膜上に存在する。ACE には2つの異なるタイプが存在し、それぞれソーマティック ACE とゼルミナル ACE と呼ばれる。 ソスは全身の細胞に広く分布するのに対してゲイスは発現している組織が限られており、清掃に発現していることが知られている。また、ソスは活性部位を N 末端側と C 末端側に2つ持つのに対し、ゲイスは活性部位を1つしか持たない。ソスの N 末端及び C 末端の活性中心部位は、それぞれアミノ酸配列は同じであるにもかかわらず、基質に対する 反応性など性質が異なる点が存在する。レニンマイナスアンジオテンシン系における ACE の役割。ACE の基本的な働きは、アンジオテンシン I を活性体のアンジオテンシン i 2へ変換し、ナトリウムの再吸収を促して、血圧の調整を行うことにある。また、ACE は、ブラジキニンの分解に関与する、キニナーゼ2と同等であることが知られている。 つまり ACE はアンジオテンシン I の変換とキニナーゼゼ2の分解の両方に働く酵素である。その他にもサブスタンス P や大体形成ホルモン放出ホルモン等を基質とすることが知られており、基質と食い性は低い。近年ではレニンアンジオテンシンアルドステロン系以外に対する ACE の機能も解明されつつある。ACE は ACE 阻害薬によって阻害することができる。ただし、人においては ACE を介さない、キマーゼアンギオテンシン系によってもアンジオテンシン i 2が生成されている。ナトリウム細取り込みが不要な高潮食では、レニン分泌や ACE 活性が低下して、レニンアンジオテンシン系が抑制される。しかし自然発症後、血圧ラットにおいては、高潮食によって、 結晶中のレニンや ACE 活性が低下しているのにもかかわらずアンジオ転身ンン2が増加しているとされる。ありがとうございます。